松井裕樹、濃紺すぎる。本日の成績3分の2回3四球4失点。松井はつなぎでも厳しそうですが、松井戸郷もう見切るべきだよ。やっぱ WBC 玉でそのままシーズンと同じパフォーマンス出せるって感じじゃねえもんな。本番では怖くて使えない。抜け方が話にならんな。コントロール左上しかいかねえ。やっぱりボール滑ってそうだな。全部同じとこ。こりゃ松井感。さっきから構えたところに球全く行ってねえ。これはピンチでは使えなそう。松井、抜けるのは頭髪だけにしとけ。やばいのは、高めストレートは外国人に持ってかれるんだよな。松井なんか何を期待されて呼ばれたんだ。戸郷よりまずいな。ストライク入らんのは致命的になる。濃紺にも程があるぞ。松井と中日小笠原交代でもええで。うん、これ松井が使い物にならないとなると痛いな。左のリリーフがいなくなるからな。ご視聴ありがとうございました。